今日は「歳」という字を書いてみましょう。まず1画目はこの辺りから右上がりの横画を書きます。2画目は1画目のこの辺りを通る縦画を書きます。3画目は2画目の書き終わりを通る少し跳ね上げる画を書いていきましょう。で、跳ね上げた先は1画目の書き終わりよりも右に出ないように終わりましょう。4画目はこちら側のスペースのこの辺りから横画を書きます。5画目はこちら側にできたスペースの中心を探します。で、この辺りから左払いしましょう。6画目はこの辺りから点を書きます。書き終わりは左払いと揃えましょう。7画目はこの辺りから横画を書きます。8画目はこの辺りから縦画を書きます。9画目は8画目の書き始めと同じ位置から始まって横に進んでこれ曲がっていきます。で、8画目の書き終わりを少し上で終わりましょう。10画目は8画目と9画目の書き終わりを結びます。11画目はここから縦画からの一旦止まって最後跳ね上げて終わりましょう。ポイントとしては土辺は1画目の書き終わりに壁を作ります。で、この壁よりも3画目の跳ね上げた先がギューンと右に飛び出さないように書いていきましょう。あとは横画は右上がりになるように書いていきます。で、作りの方はこの壁にちょっと食い込ませて書いていくと辺と作りがバラバラにならずに一つにまとまった字に書いていくことができます。あと上のパーツと下のパーツが2対3ぐらいの割合で書いていくとバランスがいいでしょう。あとは、5画目と6画目の書き終わりがライン上に乗るように書いていくと下の「か」という字が収まりやすくなります。で、この口の部分は少し上目に書いていくとここにアーチができてすっきりと書いていくことができます。